スカートの繊維もし、パーク繊維。あっちにもすごい可愛いのいっぱいある。わかる？うわ、すごい。ここはね、なんかタイツとか、靴下もいっぱいありますね。すごい可愛いけど、5000円。なんかあったかい靴下が500円で、これは200円。これが100円。100円の靴下、すごい可愛いよ。手袋も、これはね、携帯を触れるんですよ。手袋をしたまま、ここと3本の指。この3本の指で。私も昨日なくしちゃって、1個なくしたから、可愛いピンクの買いましたよ。これが、大体まあ400円ぐらいかな。あ、私も使ってます、これ。ふわふわのマフラー。可愛い。セーター可愛いな。見て、なんか膝掛けかな、膝掛け、かわいいね。お土産とかに行くのかな。あ、帽子パル、帽子が5000円ぐらいだから、500円ぐらい。あ、私この前これ買ったかな、ベレー帽。かわいいな。だから、GoTo モールと、でも GoTo モールより私こっちの方が品が良くて、見やすいし綺麗だと思います。 GoTo モールもすごいけど、こっちの方がね、わざわざソウルから遊びに来る子もいるんですよ、学生さんとか。この故郷に男の子の、ね、服もね、かっこいいんですよね。はい、店員さん、かわいいよな。あ、かわいい服、かわいい。絶対おすすめ。韓国はこういう、携帯屋さんとか多いよね。ミリタリールックとかのズボンとか、あ、これすごい安い。ジーンズ安いですよね。かっこいいよな。ちょっとチェックしとこう。1万1000円ですよ。安くない？すごい、かわいくない？これほら、ここゴムだし、子供にいいかも。これいい、ちょっとラッパーズボン、これ子供服。もう横にも広がってるし、四方八方に広がってて、ずっとまっすぐ行くとこっちも横に広がるじゃないですか。私が好きな、これこれ、安い。あー、何台もより安かったかな。何これ、これがあったかいんですよ、この下着。あ、でも私ここの中に肝が入ってるやつだから、もっと高いんですよ。これもでもいいよね、4000円。これ買おうかな、子供の。